こんにちは、料理教室のぼんちゃんです。今日はカリカリしっとりお砂糖不使用の皮まで美味しい濃厚蜜芋の作り方をご紹介します。まずは材料の説明です。さつまいも、メープルシロップ、バター、お塩、以上です。まずはさつまいもの下処理から行っていきます。これはさつまいもが持っている甘さ以上の甘さを引き出すちょっとしたテクニックです。詳しくは別動画をご覧ください。器に塩水を作って、その中に洗ったさつまいもを入れます。これで数時間、できれば半日以上は置いてください。そうしましたらアルミホイルで包んでいきます。フライパンを火にかけてさつまいもを並べます。お水を1センチぐらい加えたら蓋をして、さつまいもが柔らかくなるまで弱火で加熱していきます。熱々なので少し冷ましておきます。ある程度冷めたら半分にカットします。味が染み込むように包丁で切り込みを入れていきます。そうしましたらフライパンにメープルシロップを入れて火をつけます。フライパンを揺すりながら煮詰めていきます。泡がブクブクと出て静かになったらさつまいもを並べます。皮まで美味しくなるように全体に蜜を絡めてください。こんな感じになれば OK です。これも大事、このフライパンは水につけておけば自然にきれいになるので、頑張って洗わなくても大丈夫です。お塩、そしてバター、カリッカリ、皆さんもぜひ作ってみてください。このチャンネルではいつもの料理がもっと楽しく楽になる料理術をレシピとともにお伝えしています。この投稿が参考になりましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。